で,も,早いです、ね、もう9月のこれぐらいの時期から売ってるんですね釣りうん 300g 食べれるってすごいって俺も食べれないと思ったので、ね、んかその店員さん女の子に「300g って3個ですよね」って「はい、いけますかね」って言ったら「うん、私は全然いけますよ」って言ったのああマジっすかってなって「はい全然大丈夫ですよ」って言って じゃあ 300g でって頼んだのでその女の子だったんだけど聞いてはいであ「ちなみに私は1ポンド食べれます」って言っ、えー、みええなマジっすかすごくないまあちょっときついですけど食べれます」とかって言って,て「すごいな」1ポンドって450とかでしたよね、うん、確か、うん、すごいなすごいよねあおなかいっぱい 300g は それも三百お肉でも 300g ってそんな結構入ったりするもんっすよねいやねあのそれはなぜならゴールドラッシュの,そのチェザーチーズバーグはチェザーチーズバーグの下にあの、ま、マスタードマヨネーズが入っててそれがめちゃくちゃ美味しいわけそれの味で濃い味によってご飯がどんどんいけ進むから 300g でもあっという間に食べれちゃうんだよな ううまそう俺は次はモッツァレラチーズに挑戦したいと思ってる結構種類もあるんすねある<し>ギャル曽根じゃんだって、ね、<laughs> い<や>ギャル曽根ほど食べれないよ <laughs> ギャル曽根さんすごいんだからいややっぱりゴールドラッシュずっと食べたかったのよそうですねおっしゃってましたもんね俺もともと原宿店にめちゃくちゃ通ってたの原宿店ってね穴場だったんだよあゆっあそうかなんかちょっと分かりにくい場所にあったっ、ね、そう,そうカラオケ館の あの何回かにあったからすっごい分かりづらくてよかったんだけど人もそんなにいないし渋谷店ってめちゃくちゃ人が多いから混んでるイメージありますもんね、うん、だってそれでそうすごい原宿店によく行ってたんだけどなくなっちゃったから久々に渋谷店に行ったのうん並んでました いやもうその時は終わり頃だったから時半そうか,9時,そうか9時半ぐらいやったらあれですねで渋谷だと車とかどこに止めるかなとかさいや渋谷は本当車止める場所もないますもんね、えーえー、そう関西にないから食べてみたいぜひともそうだね絶対じゃあ関西の人食べた方がいいよめちゃくちゃ美味しいよわかんない関西はもっとあるのかもしれないけどいやでもそんななんか有名なハンバーグ屋さんってないですよ静岡だったらなんだっけ食べたことないんだけどさわやかハンバーグってのあるんでしょ とかなんかあるじゃんそういうありますねありますねそれこそこう、えーまあ、ビックリドンキーとか俺も食べたいのーあビックリドンキーねビックリドンキーがやっぱハンバーグっていうばって感じでしたね、うん、ハンバーグってでもそんなに好んで食べない方なんだけどうんうんうんでもやっぱあのゴールドラッシュのハンバーグだけは違,違います違う特別だね <laughs> 本当に美味しいマジっすかうんもうだってずっと十代から食べてるんだよあまあそうかでいまだに飽きてないんだから四十代になったって すごいですねすね本当ごいな、うん、それそっとろ、うん、結構いろんな渋谷立体駐車場多いから止めにくいよねそうそうなのそうなのそうなの自分の,の乗ってる車がさあの重さとあ,、ね、あとはちょっとあの改造してる車だったりするから立体駐車場に入らないのどっちも止めにくいですよね止めにくいんだよ困るんだよ 東京にいても食べに行ったことない神奈川県はハングリータイガこれ食べてみたいねハングリータイガっていうのがあるんですね、えー、食べたいー可愛い名前ハングリータイガって、えー、いいなやっぱり違うんでしょうね<ー>そういうこう爽やかもやっぱちょっと違うし食べたいハングリータイガ名古屋にヒッ,ヒッコリーのハンバーグがおすすめだってなに<え>それヒッコリーヒッコリーのハンバーグヒッコリーのハンバーグ調べてみましょうかヒッコリーのハンバーグえー ゴリ芸能人ってゴールドラッシュ好きな人多いイメージどういう偏見なのそうなんですね一般の人だって食べてるでしょ <laughs> な芸能人はみんな,なんかゴールドラッシュが好きみたいな <laughs> どういうあ栃木はフライングガーデンだってええー、やっぱちゃんとあるんですねその各都道府県とかに、えーうん、改造 改造してるっていうかまあ改造されてるっていうかカスタムしてるって感じで改造者ってみんなが想像してるのはたいな死ぬほどシャコタンしてとかって言われるまあでも1台はシャコタンなのよめっちょっとうローな感じシャコタンだから結構ね あの段差とか段差とか蛇行運転しないとっちゃうからう斜めから行かないといけないすよ、ね、そう,そう,そう,そう結構気使うんだよねだから誰かの隣に乗ったとしたらその人の重さですっちゃう可能性がる <laughs> あるからちょっとすいません降りてくださいみたいなことになるわけ一旦ちょっとこの段差危ないかもしれないんで一回降りてもらっていいですかっていう面倒くさい車だよ。えー、めんどくさいです、ね 言われた人デートとかに一切向かないと思うそうですね言われた人もあの気持ちのいいもんではないし回降りてって体重でちょっとからそう体重で吸っちゃう可能性あるからって <laughs> いうちょっと面倒くさい車でも大好きなのその車は楽しいですよねそこにこうね床近い方地面が近い方がねそうな面白いめちゃくちゃそう、ミラーも折りたためないやつがついてるからさそうだから、ね、あの立体に入れられないは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 い、はい、立体駐車場って折りたため 四季のやつじゃなきゃダメだからです、ね、横浜的にもねそうなんだよな、うん、あこれヒッコリーですケンさんんロコモコとかありますよロコモコ興味ないロコモコ興味ないですね、うん、デミグラスあどうですかこういうのチーズハンバーグなんかあ。やっぱ俺チーズが好きだからチーズハンバーグがいいねチーズハンバーグねこれ名古屋ですよあさってに行くスパイシー チリハンバーグスパイシーチリチーズハンバーグってこれああ名古屋で名古屋ですヒッコリーヒッコリーってチェーン店なのかなでもちょっとあっで道怖くないだから凸凹道怖いからそれ技術的に蛇行運転をしてやればすらない斜めから入っていかないといけない斜めから入ったりマンホールとかそういう段差を越えたり。 してますね <noise> で、あのー、サスペンションもめちゃくちゃいいオーリンのやつが入ってるんですけどいいめっちゃ硬いんですよ硬くしゃこたんなんでなんですんごい乗り心地悪いですホントあれですよねめちゃくちゃ悪い高速とかでっとガ,カガ,カガガ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  隣に乗る人とか後,後ろ隣はまだいい後ろが最悪、まあ、後ろがもう跳ねてるこうって <laughs> 本当だよ後ろの人こうやって段差があるたびにこうなってる <laughs> ジェットコースターじゃないですか本当本当危ないのよ <laughs> だからみんな後ろの人こうやって持ってないと持って自分が跳ね上がるのを抑えとかないと上がっちゃうんだからすごいですね跳ねるんですね、うん、跳ねるすごいでこう本当こう言葉だけで聞いたらなんでそんな車乗ってるんだろうって思われるけど <laughs> まあ楽しいんですよね かっこいいのよ、うん、それ。めっちゃかっこいいんだから <laughs> いやーいいよこれ愛知県にしかないですヒッコリーはそうなんだ、はい、愛知県にしかなかったですねたぜひともちょっとこう選んでくださいけ、うんさんもういろんな選択肢がある中で今回名古屋普通車の技能,に技能路上にビビり散らかしてる私には運転できない車だなんてへえー 今教習所いいらしいよ教習所いいらしいどういうことですかなんか俺聞いたの沖縄の教習所いいらしいよえなんでなんですか,どういうですかだってなんかねバイクの駐車バイクのそれはバイクの、まあ、車もそうなのかもしれな、ねはいバイクの教習所はい助20日間20日間2週間はい 2>, 2週間で20万ぐらいでいいんだって<ー>すごくない安いんですね2週間で20万で寝泊まり付きだよあ、もう合宿みたいな感じってことなんですねそ,うそれ最高じゃないいいですねで、要はさ、教習沖縄に行って免許取りながら免許取ってる以外の時間はさ遊べるわけですもんねオフじゃんえー<で>いいな宿泊費もそれで入ってんだからよくない あ宿泊今入ってんの宿泊以外に20万のだから入っててめちゃくちゃ安くない安っそれすごいなと思って俺もそういうので免許取ればよかった楽しそうじゃん楽なんか青春な感じしますよねこうあいいそれいいです、ね、安いよねそれ安いです安い,安いよねそれ俺もよく分かってないんだけど安くないそれ安いですね楽しそうだよね楽しそう、うん、合宿免許若者が行くイメージそうですね 免許取るときにねいいね、ね、ね沖縄いいいいよ、ね、いいですね沖縄若者が行くイメージだって、えー、ほらやっぱ合宿で20万すごいってやっぱ安いんだ短期間で取れるのがいいっすよね合宿やったら、うん、面白いな